QCD 革新研究所の中村です。今から、オンライン研修についてですね、解説させていただきます。よろしくお願いいたします。まずオンライン研修ですけども、ビデオを使ってですね、製造現場を撮って、そしてですね、改善するということですね。要するに、ここにありますように、無駄をですね、最初に、取るということで、事前にですね、無駄の取り方を勉強してですね、そして、現場にですね、行っていただいて、撮影する。まずこれが出発点になります。で、テレビで撮るということはですね、従来、紙と鉛筆を使ってですね、一生懸命になって、i 解析というのをやってきたんですが、それに比べるとですね、ここにありますようにはるかにですね、速いスピードで、いろんなことができるわけですね。ということでですね、そういうものを利用してやっていこうということなんですが、大変便利なのは、ウェブを利用してですね、時間と空間を超えていろんなコミュニケーションができるということはですね、ここの研修の提案というか、実施して効果を上げている内容でございます。一番大きいのはですね、ここにありますように、まずですね、一つのテーマをこちらへ送っていただいて、もちろんですね、事前にですね、テーマ何するかとかいうことは相談させていただくんですが、送っていただいて、それをですね、私なりに、いろんなですね、質問しながら改善案を作ります。それを送ると。で、なんでそんな改善ができたんですかっていうとですね、資料としてこういうふうな、分析方法を使ったんですよっていうことで、いろんなサンプルをですね、お送りして勉強しておいていただきます。で、大体ですね、そこで終わるんですが、ここに送ってきてですね、解析するっていうのはせいぜい、5分か10分なんですね。そうしますとですね、工場の中には、長い時間仕事したりですね、あるいはですね、複数で、何人も人が仕事したりする内容があるわけですよ。これはですね、とても解析している時間がないんで、それに対してはですね、ご質問いただいたら、こうしてください、ああしてくださいというですね、やり取りを数回やるんですね。で、その後ですね、全部そういうのが終わって、大体1ヶ月半から2ヶ月後ですね、こう段階的に一つずつテーマを持って、Q&A を繰り返しながらやっていった後ですね、オンラインで、テレビ会議を開くというのが一つの方式ですね。で、これやりますとですね、図にあるですね、従来の研修っていうのは、はっきり言ってドラッガーをですね、だーっと勉強してですね、いろんなこと勉強したよと。で、その中からですね、どうぞご自由に、皆さんのとこで、手法で役立つのがあったら使ってくださいと。しかもですね、アフターケアはない。で、研修終わったらですね、メールで多少相談があるかもしれませんけど、今までの経験から言ってですね、ほとんどそういうことないという状況ですね。で、せいぜい、企業からおいでになる方はお一人か二人ということになりますので、大変効率悪いわけですが、人間というのは T 型人間作りと言ってましてね、具体的な自分のところのテーマをやって手法を勉強して、そして応用までやっていくとですね、段階的にそれができると、あとはですね、どう広げようかっていうぐらいね、短時間で、力がついてしまいます。これがオンライン研修の特徴なんですね。で、実際にオンライン研修っていうのはこういうふうにやってるわけですけども、最大10分ぐらいのですね、サイクルのやつをお送りいただいて、で、私どこで解析して、そしてですね、回答例を送ると。回答例っていうか改善案ですね。で、いろいろやり取りしてですね、こういう案にしましょうよということでやる。で、それ以外のさっきお話ししたような質問も受けてですね、それでですね、やる。で、実際にですね、こういうことをやった後ですね、ある程度経って、オンラインでやろうということですが、オンラインの場合はですね、海外だろうが、なんだろうが、同じようにできます。この図はですね、海外でやってるオンライン研修の例です。10分ぐらいのですね、サイクルのものをこちらお送りいただいて、
私の方で解析します。そしてですね、先ほどお話したように改善案をお送りして、手法もお話して、応用編もお話して、ということやり取りをですね、何回かこうやるわけですね。で、こういうオンライン研修の場合は時間と空間全く関係ありませんから、しかもですね、移動しなくていいということですよね。なのでですね、これアメリカの例の場合はですね、昼夜、同時っていう感じでやってるんですけどね、せいぜいですね、2、3時間なんですが、大体ですね、やってるうちにですね、もうすでに、改善方法を教えてやっていただいてますんで、結果がどうなりましたよっていう話があります。でその後ですね、応用はこうですねって確認の話があって、後の残りはですね、どうやって展開するかとか、日本のですね、こういうアプローチについてどうかという、このオンライン研修の、送ってきていただいたテーマと関係ないようなものをねやるっていうのがね、今までの例ですよね。こんなのがですね、オンライン研修の全体だっていうことですね。でここにあるように、今お話した内容は、ビデオで送っていただいて解析してやり取りするというのはですね、オンライン研修の概要でございます。で、メニューですね、がたくさんありましてね、下の方に書いてありますようにですね、だいたい今ここに書いてある以外も26項目ぐらいありますんですよ。で、一番簡単なオンライン研修はですね、テーマをもらって、で、テレビ会議システムっていうのが URL の qcd.jp にありますので、それ見ていただいて問題が解ければ何もこういう研修する必要ないわけですね。だ問題の解けないものだけを私に特に送っていただいて、そしてやり取りするということですけども、20数アイテムぐらいなんですけど、簡単なものはですね、資料を お送りして、ディスカッションでおしまいになるやつもあります。で、今から、そのさっきお話ししたですね、10分ぐらいのやつを送っていただいて、で解析した事例を紹介したいと思うんですが、この事例はですね、メキシコの工場の航空機の会社なんですね。で、多種少量だということなんですけどね、大変時間かかっているという作業をですね、一つ取ってもらって、こちらで解析するよということですけど、拝見させていただくとですね、日本のセル生産のやり方、これやればですね、立ったり座ったりせずにですね、いつも同じ位置でできると。で、いろんな部品があるんですけども、押さえる位置っていうことをですね、研究しますと、数ポイントしかない。そうするとですね、専用のジグでですね、座って、いろんなことがですね、手の届く範囲でできるようになるという例ですね。で、実際にちょっと映写してみます。ちょっと映ったやつがこういうところの内容だよっていうことですね。で、これが解析結果です。ここにあるですね、色のついてるとこはですね、改善対象のとこですが、
図にありますようにですね、やってる内容はですね、これは工程分析の内容と、それから ECRS っていう改善の基本なんですね。だから距離を短くしたりですね、いろんなですね、そういう無駄排除をやるわけですね。しかもですね、多少赤いところに示したように危険な作業がある、これをどういうふうに取るかというふうに、してですね、やっていくわけですね。で、まあ、こうやってですね、先ほどのようにこの例では 42% も下がったわけですけどね、これをですね、こう公開したのがこの図なんですよ。で、私の友人がですね、まあ、司会やってですね、集まっておられるのは全部、製造部長さんと工場長さんなんですね。で、このビデオの会議っていうのはすごいなと思うのはですね、目の前でちょうどご家族の方がスカイプ使ってやったりしてますよね。あれと同じように臨場感がすごいですよ。だからこういう方法を使うことによってですね、何を考えているか、仮にもがご質問されてもね、多少意味が違うななんていうのはね、私の方であこういうことだっていうふうに思って質問するとですね、あ実はそうなんですよって話が始まるということですね。まあ、こんなことがあってですね、その会社が一番解決したい問題を一番いい手法を使って早くやるということでございますので、まあ何回やってもですね、オール5っていうかですね、大変、好評いただいているという内容になるわけです。で、これの表はですね、オンライン研修と、まあ、フェイストゥーフェイス研修というか、まあ、集合教育やる内容との比較をしてるんですね。で、ただ問題解決するんだったらですね、オンライン研修の方がいいと思います。というのは事前にですね、勉強したい課題を自分が定めて、それに対してのだけ勉強するわけですね。そのテーマの関連だけを勉強して、そしてですね、それを実践する。しかもアフターケアがある。で、段階的に教えていくということができるわけですよ。で、このフェイストゥーフェイス研修の場合はですね、集合研修で、まあ、全部教わってからさて、何かやるならどうぞということで、その中から選んでやっていただくわけですね。で、フェイストゥーケースもいいところがあるんですけども、良いところはですね、まあ一般的に言って問題解決というよりはですね、異業種交流というね、こちらが大きいと思うんですよ。だから目的がちょっと違うということと、ウェービーによってですね、こうやるやつっていうのは全く新しい、小刻み段階教育、しかも自分のところに合ったテーマができるということが違うというふうに思います。あえてそういった差をですね、まとめると、こういうふうにですね、オンライン研修と従来方式とはですね、大きく違うよっていう差になるんじゃないかと思うんですね。で、オンライン研修についてのですね、ご相談やなんかっていうのは、あるいはやった事例っていうのは、この URL に掲載してますので、どうぞご自由にですね、ご利用いただくと、何か相談ありましたら、一つお願いしたいと思うんですね。さっきちょっとお話ししたですね、例えば数十人集まってっていうか、人数無制限でございますね。何十人集まっても結構なんですが、私が一人で、事前に質問をいただいたやつについて資料をお送りして、まあ、Q&A で2時間ぐらいでやる。それからそこの会社の問題をですね、出してもらいながら討論するっていうね、そういうのを、出張しないでウェブでやるっていうことになるとですね、移動費もかかんないし、短時間でもできると、一斉研修もできるということになりますのでね、そういうものはですね、もう、3万5000円税込みっていうの安いんでですね、支援させていただこうと思ってます。で、特にですね、集合研修でおいでになると、会社からお一人か二人なんですよね。だから、全員が同じ話を聞きたいっていう時になるとですね、まあ、短時間で要点だけ、うちの会社にあったここだけ聞きたいってことになると、まあ、こういった方法を利用するとですね、便利だということですね。で、それ以外にもですね、この URL には、無料で例えば語彙改善だとか、そういった内容についてはですね、動画で、そういう内容を配信してますんでね、まあ、はっきり言って、ここで、やるのはですね、本読めばわかる、テレビ見ればわかるということでなくて、実際にどうするのと、要するに、水泳の選手がですね、プールに入って実際にどうするのっていうだけだけですね、お手伝いしていただく、させていただくような内容になるということですね。
ぜひですね、こういった内容があるということで、新しい方式でございますんでね、一つご利用いただくとありがたいなというふうに思います。オンライン研修についてのご視聴どうもありがとうございました。多少ともですね、こういったやり方が、御社のですね、改善、あるいはですね、普及などにですね、使っていただいてですね、成果が上がっていっていただくとありがたいなというふうに思います。今後とも一つこういうのをご利用になってですね、ますますの一つご発展をお祈りしたいと思います。どうもありがとうございました。